かし、せっこれで、さて。貴殿に頼みがあります。貴殿に頼みがあります。しかし、せてこれで、さて。来てくれ。よっしゃーていたしか。いらっしゃいませこちらですね。こちらですね。ありがとうございます。こちらですね。またのご来店を。そういえば。いらっしゃい。また来てくれよな。そういや。これでいいか。よし、終わったぞ。
また来てくれ。先生、待って、今は入らないで。私にだって見られたくないもんって。そうよ、とんだ失態だわ。どういたしまして。これでさて、大失格あたしその。我が輩しかし、現存してる。あなた、そういえば君も王国領西部に。しかし南方教、しかし今それに南方教会の司教が。その後帝国と中、そういう下地があればこそ。私は、先生。ガルグマなんだ。それにもう、前説は災難だった。なん信仰な。先生、秘密の作戦、それ。
ルディン。これまあ、私強い感情にとらわ何にす身につ、何にす
質問許す、もらえますか？あなたの知恵、遥か高みあります。よろしく。す成果を。また一つ力を得た。一歩一歩前進するのみ。ふむふむ、なるほど。何度戦えばいいのかしら。アドラステア皇帝、参る。あなたの死も無駄にはしない。戦いも戦場を広く見なくては。これで決める。狙い通りに進められているね。報酬を与える必要があるかしら。おっしゃー、行くぜ。俺は負けねえ。邪魔する奴は残らず撃つ。先制奇襲、有利思います。血塗られた道、私が切り開きましょう。陛下の敵は殺すだけです。これは利用できそう。トゲばかり磨いて花は残ってるかしら。掃除に行くぞ。戦場に立つ以上覚悟はできている。
てちょうだい。死にてえやつからかかってきな。これも波動を敷くため。敵に情けをかける余裕はないのだ。悲しいけれど私何においても勝つのが大事よね。全力で行く。戦いが終わるまで私は止まらぬ。みんなあの者に続け。
先制奇襲有利思います。アドラステア皇帝マイル、まない、叩き捨てる。これも波動を敷くため。やぼ、じず掃除に行くぞ。穴を開けてやったぞ。よっしゃ行くぜ。あと何度戦えばいいのかしら。ここで仕留めるのは何においても勝つのが大事よね。さすがだ。私も戦場に立つ以上覚悟はできている。はい。血塗られた道、私が切り開きましょう。逃がすと思いましたか。ちょうだい。これで戦える。戦場を広く見なくては。
今の私の舞台はこの戦場。その息よ。よし、死んだな。許しはいらない。これが戦いだ。穴を開けてやったぞ。強くな。この程度死ぬ覚悟はすぐだ。これで邪魔はなくなりましたね。悪いんだ。死の前を取ってあげる。勝たなければ生き続けられないもの。生きる報酬を与える必要があるかしら。なるほど。いつかと理解。うむ。Oh.
なんだ、なんだ、なんだ、また一つ力、力の習得に。助かりましたよ、先生。さて、片付きましたな。戻るとシャミア殿、気配を消して後ろに立つのはやめてもらいたい。とっさに手が出ても問題ない、受けられる。だとしても仲間に攻撃などしたくはないのですがね。仲間か、まあそうだな、気をつける。それより始末してよかったのか。主は君に逃がせと命じたはずだが。無論表向きは逃がしたことにしますよ、シャミア殿。ですが私は生かしておくべきではないと判断した。それゆえに始末したまでです。そうか、君は彼女の崇拝者というわけではないか。にしても主の判断が間違いだと考え、黙って逆を行くのは勇気がある。エーデルガルト様は四六時中様々なことを考慮検討し決断していかねばならない。このような雑事よりはるかに重大で取り返しのつかない判断を常に迫られます。これは私の得意分野。わざわざ主に異を唱えて議論してはかえって主の負担を増やすことになる。それだけの話ですよ。君はとことん合理的なやつだな。これが私のやり方ですから。だが好きだよ、何事も徹底できるやつは。貴殿も貴殿のやり方を徹底していますからな。ああそうだ、分かっているじゃないか。戦争が終わって契約が満了となったらふるさとダグザに戻ろうかと思っていたが、ここに骨をうずめてみるのも悪くないかもしれん。ここにその真意を聞いても構いませんかな。は？真意も何も君が好きだからと言ったろう。ま、私が好きとはどのような意味で。君は頭が切れるのにそういうところは鈍いのか。ま、君だけでなく君の主も仲間たちも私は好みだ。そういうわけで戦後は君の専属として仕事を続けさせてもらおうか。シャミア殿、申し出はありがたいですがそのような話は戦争が終わってからに。ヒューベルト、貸し一つ忘れたか。
やれやれ、仕方ありませんな。腕を上げたな。見事な戦いぶりだった。これもあんたの援護があってこそだぜ。あ、そうだな。そこは俺を褒めるとこじゃねえのかよ。以前の君は冷静さを欠きやすかったが、最近は注意深くなってきた。仲間への気遣いも増えてきたし、私も安心して戦いに集中できる。おい、改めて褒められると照れくささ全開だな。あ、でも俺もなんだよな。シャミヤさんが戦場にいると安心して戦える。息が合うっつうか、背中を任せられるっつうか。まあ同感といえば同感だが、実は前に助けようとして死にかけてシャミヤさんに怒られたじゃん。それで思ったんだ、今度シャミヤさんが危なくなったら俺も無傷で華麗に助けてやるぜって。それであんたをよく見て次の動きを読んで邪魔にならねえように考えてってやってたら、いつの間にかあんたの考えが分かるようになってたんだぜ。考えが分かるか。確かに息は合ってきたが、私の考えを理解するには100年早い。そんなことね、あんたの考えならもうバッチリ分かるぜ。なら当ててみせろ。私が君について考えていることをだ。え、なんだろうな。俺のことを仲間として頼もしく思ってて、ずっと一緒に戦っていきたい戦友で、出自なんか関係なく一生の絆が結ばれた心で通じ合ってる二人っつうか。あ、これじゃあ全部俺の願望じゃん。悪いな、シャミヤさん。あんたの言う通り、考えを理解するには早かったみたいだぜ。君の願望か。あれ、もしかして俺すげえこっぱずかしいことを口にしちまったか。そうだな。おお、穴があったら入りてえ。だが穴がち外れでもないぞ。さ、行くか。え、ちょ、今のシャミヤさん、待ってくれよ。Thank you.